始まりました。まるちゃんです。編集部でアルバイトをしている長友です。今日ご紹介するのはとっておきの新作、あの唐揚げくんの見た目そっくりポーチです。どうでしょう。すごいそっくり、かなり高い再現度です。本日は宝島社で発売予定のこちらのポーチを、私の家にあるたくさんのアイテムを収納していきながらご紹介していきたいと思います。デザインのインパクトはもちろん、機能性も抜群のアイテムなので、ぜひ最後まで見てくださいね。まるちゃん。累計販売数37億食突破の人気ホットスナック、唐揚げくんのブランドブックが登場します。今年4月に発売された唐揚げくんスペシャルブック、レギュラーが大好評につき、第2弾を発売することになりました。第2弾は、ぬいぐるみポーチとパッケージそのままポーチのチーズバージョンとなっております。まずはぬいぐるみポーチのご紹介です。キュートな手のひらサイズで、ずっと触っていたくなるようなもっちり素材です。持ち運びに便利なボールチェーンがついています。背中には小物を収納できるポケットがついています。次に唐揚げくんスペシャルブックについてくるパッケージそのままポーチを紹介していきたいと思います。こちらデザインなんですけど、細かい部分までそっくりで、後ろには唐揚げくんのイラストが描かれています。安心のファスナー付きで、チャームが星型でとっても可愛いです。唐揚げくんのこちら爪楊枝が付いているんですけど、こちらのそっくりポーチのバージョンだと、ここがペンポケットになっています。これとっても可愛いです。そして見た目以上に収納力がとっても抜群なんです。ということで、ここからはこちらの唐揚げくんポーチに、私の家の様々なアイテムをご紹介しながら収納していきたいと思います。まずは文房具を入れていこうと思います。こちらペンを入れます。カッターと、ハサミ、そしてスティックのりと蛍光ペンを5色ですね。型抜きです。とこちらのマスキングテープを入れます。こんな感じで、これだけ入れてもまだまだ余裕がありそうです。続いてはコスメを入れていきたいと思います。まずこちらファンデーション、次にこちらのリップです。リップをもう1本、そしてチーク、こちらがアイブロウマスカラ、こちらマスカラ、アイライナー、こちらがグリッターです。ちょっとこれ大きいですけど、アイシャドウを入れていきたいと思います。はい、コスメが全て入れ終わりました。このポーチ一つでフルメイクできる量が入れられるので、かなり大容量だと思います。最後にお菓子を入れていきたいと思います。こちらのミスコ、同じくチョコレートのガルムですね。ラムネ入れていきます。こちらハイチュウです。キティちゃんのチョコレート、アメちゃん入れていきます。こんな感じで入れ終わりました。これもしっかりチャックが閉じれました、はい、ちなみにぬいぐるみポーチにはこういったイヤホンだったり、持ち運び用のリップ、目薬なんかが入りそうです。いかがでしたでしょうか。こちらの唐揚げくんポーチが付いてくるスペシャルブックは9月16日金曜日発売です。お値段は、唐揚げくんぬいぐるみポーチブックレギュラーが1690円プラス税、唐揚げくんスペシャルブックチーズレギュラーはそれぞれ1350円プラス税です。全国のローソン、 HMV&BOOKS オンラインで販売しています。さらに店頭で使える唐揚げくん100円引きクーポンが漏れなくついてくる超お得な一冊となっております。紙面では唐揚げくんの秘密やアレンジレシピの紹介など、唐揚げくんの魅力をとことん味わえる内容になっているので、ぜひチェックしてみてください。
この商品のここが知りたいという方はぜひコメントで質問してください。チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。